今日は私の方から一点、臨時記者会見ということでコメントをさせていただければと思います。全国知事会新会長就任にあたってということであります。9月の3日全国知事会議におきまして、都道府県としては10番目、また全国知事会長としては13人目となります。全国知事会長に選任をされたところであります。そして、初心といいますかね、全国知事会議の場におきまして大きく3点、初心の方、重点的に取り組んでいく点などについても申し上げたところであります。その前段として、今日本の置かれた状況、人口減少、災害列島、2つの国難に今見舞われている。こうした中で国際情勢、これも今大変な状況にある。特に経済のグローバル化、TPP11、あるいは日 EU EPA はもとより、先般は TAG がほぼ合意に達したのではないか、こうしたお話もありました。また東アジア情勢というのが大変な今情勢になって、アメリカと中国の貿易戦争、朝鮮半島の情勢、あるいはロシアの関係ということがありました。まさに我々の眼前には未知の世界が広がっているんだと。そしてこれまでの経験則、これが生きない。そうした意味でも、羅針盤なき世をいかに羅針盤、これを目指していくのかと。そうした点について、全国知事会として一致結束をし、この羅針盤なき世の羅針盤を、地方6団体とも連携をする中で築き上げていこう、国と共に、まずは総論としてこう申し上げたところであります。そして全国知事会として今後の重点的に取り組んでいく、その方向性を3つ。まず1つは、全国知事会といいますと、どうしても地方の意見を集約をする場だ。先般7月富山県で行われた全国知事会議では、党と大都市部を抱える知事さんから、我々はアウェー感でいっぱいなんだ、こうした平場でのご意見が出されたところであります。つまりともすると、地方部と大都市部を抱えたところとの対立の場、このようにも映ってきたところであります。しかし例えば徳島にとってみますと、平成26年9月9日に VS 東京、その前の9月3日に地方創生、そして東京一極集中の是正を目指す、安倍総理が高らかに宣言をされたところでありました。こうしたところに若手のタスクフォースから打ち出された VS 東京、これが徳島県としての共通コンセプトとして打ち出されたということで、大変注目をいただいたところであります。ということで、早速12月でありましたが、当時の東京都知事、舛添都知事さんのところに、VS VS っていうのは英語でありますので、日本語対決の対の字を色紙にしたためてお持ちをして、さすがにのけぞられましたけどね、ちょっと舛添さんこれ持ってくださいと。で、これを2人が持ちますとねと、東京と徳島が一対となって、これからのさまざまな課題に取り組んでいくということになるんですよと申し上げたところ、それは我が気を得たところだと。例えば今東京都は急激に高齢化が進んでいる、でもその備えがない、でも徳島は日本でも有数に高齢化が進んできたところで、その対策が着々と行われている、これをぜひ我々にノウハウをいただきたい、こうした話があったんですね。そして翌年、東京都が打ち出したいわゆる共通コンセプト、何だったか、&東京なんですね。つまり徳島&東京で、例えば超高齢化、この課題に取り組んでいこうと、徳島の VS 東京とそれを打ち返す形で出たのが&東京、つまりまさに大都市部と地方部といったものが一致結束をできる。では昨今はどうなるか、実は小池都知事さんから提案をされたのが、昨年6月の大阪北部地震、ブロック塀が倒れ通学途上の小学生が亡くなる、大変痛ましい事故が起こったところであり、これに対してしっかりと対策を全国で行っていこうと。そしてブロック塀をただなくすというだけではなくて、これを国産の木材を活用したいわゆる木製の塀にしていく、こうした点を東京都が打ち上げた。そしてその財源として、我々全国知事会が長年政策提言をしてきた森林環境税、
譲与税という形で今年度からスタート。東京にとってはそうした森林がほとんどない、でも一大需要地として供給中の皆さん方からどんどんそれぞれの国産材を出してもらいたい、そこでプロジェクトチームを作ることが決まり、東京都知事小池さんがプロジェクトリーダー、そして主要供給地である高知の尾崎知事をプロジェクトの副リーダー、こうした形で先般その対策が取りまとめられたところでありました。これも大都市部と地方部が日本全体の大きな課題、これを解決するためにしっかりとスクラムを組む、大変な、象徴的な事例といっても過言でないところであります。ということで、まず第一点は大都市部と地方部それぞれがやはり全部地方なんだということで、それぞれの知恵を出し合って2つの国難はもとより、さまざまな今日的課題、その処方箋を打ち上げていきましょうと、一致結束をしようと、まずこのように申し上げたところであります。そして第2点目、これは全国知事会としての政策形成あるいは政策提言機能を強化をするということであります。かつて全国知事会もあるいは地方6団体も国あるいは永田町に対しては陳情という形で予算を頂戴、法律や制度を変えて頂戴、くれくれたくらとも言われた時代があったわけでありますが、徳島がやはり国にお願いをするばかりではなくて、我々地方の実情、これをしっかりとまずは知ってもらう、現場主義ですね。そしてさらに徳島は徳島ならではの解決策としての処方箋、これを打ち上げていこう、県民目線、国から見れば国民目線、そうした形で知恵は地方にあり、この言葉とともに徳島は陳情をやめ、そして政策提言という形を取りました。これによって今では各都道府県も陳情という形ではなく政策提言としてそれぞれの課題を、この処方箋を国の方にもしっかりと打ち出していく、そしてこれが一致結束して国に対し提言をする場が国地方協議の場ということで、まさにこれが具現化をされる、そうした時代となりました。となってまいりますと、これまで徳島が取り組んできた徳島発の政策提言、そして課題先進県、例えば人口減少も少子化も高齢化も過疎化も限界集落もほとんど全てと言っていいほど徳島をはじめとする四国あるいは地方というところにまずその課題が訪れ、今では日本全体が超高齢化少子化そして人口減少となっているところでありました。課題先進県からまさに課題解決先進県をしっかりと目指していくんだ、そして徳島発の政策提言がまさにジャパンスタンダードにしていくと、こうした気概で臨んできたところであり、これをぜひ全国知事会としてそうしたより高みを目指していこうということを申し上げたところであります。そして第3番目として、今度は全国知事会としてのプレゼンスの向上、つまり存在感をもっともっと増していく必要があるのではないか、こうした点であります。実はこの点については昨今では若い知事さん方がかなり増えてまいりました。私が最初知事に就任をした平成15年5月40代の知事というのは3人しかいなかったんですね。そうしたことから若手知事会というものをその4年後に立ち上げることとなりますが、今では17名の知事が日本創生のための将来世代応援知事同盟という形にまでなって発展をしてきたところであります。また新たに知事に就任をされた皆さん方も言われるのは、やはりもっともっと知事会としての存在感、これを増していく必要があるのではないだろうか、情報発信能力であるとか、あるいは広報戦略、こうしたものをもっともっと考えていく必要があるのではないか、特に私が委員長を務めております総合戦略政権評価特別委員会の場では毎回のようにこうした意見が出るところでありました。その一つの試しとして先般7月の富山県の知事会議、ここにおきまして7月の23、24が本編であったわけでありますが、その前日
7月の22日に上田全国知事会長さん、そして開催県である富山県の石井知事さん、またそれぞれの課題について先進的に取り組んでいる知事さん方がパネルディスカッション方式で行い、そして最後に、石井知事さんの方から促される形で総合戦略政権評価特別委員長として、また情報化地方情報化推進プロジェクトチームのプロジェクトリーダーとして私の方から明日から始まる全国知事会議、こちらは大きなテーマとして 5G インダストリー 4.0、 こうした技術をいかに全国における課題解決のために活用していくのか、ソサエティ 5.0 時代における全国の在り方、これを討議をしていく場となりますので、ぜひ注目をしていただきたい、こうした最後の締めもさせていただいたところであり、今考えますと地方での全国知事会1年の、これはもちろんのこと1年に1回ですね、さまざまなテーマ、今も申し上げた 5G あるいは SDGs、こうした点についてやはり国民の皆さん方の気づきの場、これを行っていく、またさまざまなオピニオンリーダー有識者の皆様方とともにその課題についてどう取り組んでいくのか、その処方箋を打ち出していく場、さらにこれを国に対してしっかりと政策提言をしていく、そうした場としてのプレゼンス、これを高めていく必要があるのではないか、新たな形での全国知事会の展開といったもの、こうした点についてもしっかりと目指していこうと、そして全体的な流れとしてはという質問もいただいたところでありましたので、ここにつきましては平成15年ここは梶原会長さんであったわけでありますが、この時には戦う知事会と、今まで補助金をくれと言っていた地方が補助金はいらない、一般財源化をして税としてこれをいただきたい、3兆円一般財源化はできたわけでありますが、しかし 5.1 兆円交付税を切られ、徳島県だけでも単年度で227億円交付税がカットをされる、その結果日本で一番厳しい給与カットを行う、国と地方の給料格差、これを示すラスパイレス指数全国最下位と徳島はなったところでありました、そうした苦い経験から平成17年麻生会長の時には成果を取る知事会、そして平成17年ちょうど徳島で全国知事会議が行われ、三位一体改革の最終の議決もこの時に打ち出したところでありました。それから平成23年、今度は山田知事会長となり、この時は非常に苛烈な知事会長選挙が繰り広げられ、私が山田知事さんの選対本部長、そして後に知事会長となる埼玉の上田さんにつきましては、東京都の石原慎太郎知事が選対本部長に、3秒差で山田知事会長が誕生することとなり、ここについてはやはり国とともに責任を共有をする、行動する知事会でいこうと、私もその意味ではしっかりと知事会長を支える補佐役となったところでありました。その後上田知事会長さんがなられ、やはり行動する知事会、これをしっかりと進めていこうと、そして私がいよいよ13代目の知事会長となり、その行動する知事会、これをより一層行動する知事会として、国とともに責任を共有をし、この国難をしっかりと打破をしていく、その意味でこの行動する知事会、その集大成をきっちりと今申し上げた3つの方向性、これを具現化をしていくことで実現をしていければと、このように考えるところであります。ということで知事会における情勢というのは今申し上げた通りでありますが、先ほど聴議を行いました。そしてやはり徳島県としてのプレゼンス、これもしっかりとこの全国知事会という場を通じて行っていく必要がある。その意味では今それぞれ常任特別の委員会、あるいはプロジェクトチーム、こうしたものが全国知事会動いているところでありまして、すでに国から令和2年度の概算要求、これもなされたところであります。つまりすでに令和2年度の体制についてスタートが切られた、それぞれの委員会が動き始めているところでありますので、それぞれの委員会委員長県と徳島県とでしっかり連携を取る、あるいは全国知事会
事務局ともしっかりと連携を取る、そうした主体にそれぞれの部局がなっていただきたい、こうした点を申し上げたところでもあります。その意味ではそれぞれの部局におけるまさに政策形成、また政策提言、その機能をより強化をしていく必要があるわけであります、まあ、この点につきましてもすでに徳島では国に対しての人事交流では従来はどこも研修生コピーを取る、こうした形手弁当で行き国との人間関係を作ることが大きな目的財産がされたわけでありますが、やはりそれだけでは足りない、政策形成を行い政策提言を行うということであれば、やはり国の職員となって国の仕事の進め方あるいは考え方、これをラインとして若いうちから体感する必要があるということで、割愛を原則として国との交流を進めてまいりました。では令和元年度今どんな状況になっているのか、10省庁に20名が割愛として今勤務、まあ、消費者庁もそうでありますが、まさに国の職員としてもうそうした皆さん方が2年なりの場合によっては壊れて3年という場合もあるわけでありますが、徳島県庁に戻ってきて、そして国の視点といったもの、これを抱えながら徳島県での業務、これに親しんでいただいているところでもありますので、まあ、こうした皆さん方にそうした経験が生きる話題を得たりと、こうしたようになるようにぜひ各部局長にとっての指導力といいますかね、プレゼンス、こうしたものを高めていただきたいと、こうした点も申し上げたところであります。ということでこの後実は組織的な体制についてもスタートを切っていきたいと、このように考えています。今申し上げたものをしっかりと具現化をしていく、そのためにはやはり庁内に先端組織を作る必要があるということで、全国知事会戦略本部を設置をし、この後本部会議をまず開催をしたいと考えております。まあ、以上、徳島県が全国初となる、まあ、人口100万人未満、そうしたところが全国知事会長を引き受ける、そうした点についてはやはりこれまで以上の点でビニ入りサイニ入り対応していく必要があるところでありました。どこまでできるのか、こうした点はまだまだ未知の部分があるわけでありますが、まあ、しっかりと取り組んでいければと、このように考えておりますので、ぜひその意味では記者の皆さん方からもこの徳島での例えば記者会見、こうしたものが全国に発信をされている、また全国的な課題、こうしたものがこの記者会見の場におきまして逆に発信をされていく、そうした場にしていただきますようにご理解ご協力をいただきますようよろしくお願いを申し上げまして、まずは今日の臨時会見にあたりましての私からの発表とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。質問のある方はどうぞ。NHK の佐藤と申します。2点お伺いしたいんですが、まず一つ、まあ、この今課長になられて、まあ、真っ先に何かこういったことをしたいなという具体的なものが何かあればっていうのがあればちょっと教えていただきたいなというので、あと2点目なんですが、まあ、実際に知事が会長になられるということで、まあ、徳島県民にとってはどういうそのところが、まあ、なんか偉い人になったんだなっていうのはなんとなくても分かると思うんですけれども、どういうメリットがあるのかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思います。はい、まあ、まず取り組みたいといった点については初心の場でも申し上げたという3点のうちでも、もうすでに概算要求が出され、具体的に令和2年度に向けての予算、国の予算が進み始めたところであります。しかも今年は通例の年とはちょっと違うんですね。10月に消費税が上がるということがありました。まあ、財源といった点では確かに増えるのかもしれないと。そしてこれによって教育の無償化、これがいよいよ10月からスタートを切る、多くの制度改正、こうしたものがなされてくるところでありました。その意味では令和2年度の政府予算案といったもの、その作り上げていく過程というのは大変重要になってくる、場合によってはこのあと5年10年決める大きな局面ともなりますので、ここについてはそれぞれの委員会あるいはプロジェクトチーム、こうしたものがフルにやはり回転をしていっていくいただく必要があるということでありますので、まあ、場合によっては私が知事会長になって私が手放さなければならないポストもあるわけでありますし、それによってさまざまな形で玉突きで動いてくるということもありますから、
まあ、そうした中でも特に急ぐ点については対応していきたいと、そのように考えています。それから第2点目として県民の皆さんへということであります。まあ、ここについては逆に徳島という名前を打っていく、そうしたチャンスにはなると、これは思うわけでありますが、しかし県民の皆さん方にとってみますと、逆に例えば今まではさまざまな会合とか顔を出すことができたものが東京と徳島を往復をする、そういう中で場合によっては代理のものが行くということも出てくると、あるいは今までであれば会合全体をフルで参加することができたものが冒頭だけとか、あるいは最後だけとか、こうしたこともあり得るということでありますので、逆にご不便をおかけをすることも多々出てくるかと思いますので、まあ、こうした点については逆に申し訳ない気持ちでいっぱいでありまして、まあ、ぜひそうした点についてご理解をいただければと。しかし様々な点で県民の皆さん方が訴えかけてきていただく、まあ、我々としてはまさに県民目線、また現場主義と、こうした点についてはお寄せをいただくことによって、今までは一徳島県知事という形で政策提言プレゼンスを行ってきたところではありますが、今度は全国知事会長という立場でもありますので、こうした徳島の課題、これはおそらく地方というところ、課題先進地域にとってみると共通の課題、そして大都市部、これから課題を未来的に待ち受けなければならない、こうしたところによってみるとまさにこれからの課題ということになりますので、そうした点をより共有を、そして机上の空論ではなく現状はこうだということをしっかりと共有をする絶好の機会でもある、そしてこれが全国知事会として一致結束をするんだということになれば、国地方協議の場、こうしたところを通じて今度は政府にきっちりと打ち込んでいける、場合によっては県内の市町村、市はもちろん市長会、町村は町村会、またそれぞれ議長会、こうしたものがあるわけでありますが、こうしたところがなかなか全国で意見が通らないんだということもあり得るのかもしれません。まあ、そうした場合には課題を共有をして、全国市長会、全国町村会、あるいはそれぞれの議長会、もちろん我々のパートナーである全国都道府県議会議長会というものもあるわけでありますが、こうした皆さんと逆に徳島の課題を共有をするということもできるわけでありますので、より市町村長さん、またそれぞれ県議会をはじめとする議会の皆様方も、さまざまな機会で今現状こうなんだと、こうした点は非常に困る、こういうことはできないだろうかと、こうした点もどしどしとお話をいただければ、それを全国に広める絶好の機会である、このようにも考えておりますので、まあ、ぜひ多くの提言をいただければと、このように考えています。つまりそのこれまで その徳島県の課題っていうのを、まあ、全国でまあちょっとこう共有っていうかこう、まあ、の話題にまあすることもできるだろうと、あの会長になると、そういう考え、そういうまあ考え方です。そういうことですね。つまり情報発信力といった点については、まあ、単純に計算して47回になるということになるかなと。それだけに逆に注目をそれぞれの市町村も含めてされるといった点がありますので、やはり課題を課題として置いとくのではなくて、それに対してやはり前向きに取り組んでいくんだと、まさに知恵は地方にありといった点を実践をいただきたいなと、こう考えています。ありがとうございます。他に質問のある方。はい、読売新聞の平井です。はい、先ほど町議で今職員の方に課題、はい、解決能力というか提言力を高めていく必要があるということをお話しされたということなんですけれども、まあ、その辺がさらにこう徳島のについてのメリットというか、まあ、当然職員のこうやる気が上がるかもしれないし、そのよりこう課題に何とか解決に向けて動かないといけない、まあ、そういった効果もあるのかもしれないんですけれども、まあ、その、まあ、徳島のそういった、何とかその町内への与える影響も含めては意気込みというか、どうでしょうか。まあ、これは逆に今まで進めてきた方向性といったものが、全国知事会長というものを徳島が引き受けるというね、まあ、そうしたものにつながったんだと、まあ、一つの成功事例として各職員の皆さん方が、決して私の独自の力でなったということだけではなくて、
この約17年近くですね、お支えをいただいた、まあ、部長の時代を言うと19年お支えをいただいて、そしてお互いに課題を共有をし、その解決手段、処方箋を打ち上げていった、作り上げていったというね、いわば、まあ、仲間として、戦友としてやってきた、その皆さん方が、まあ、一つの勝ち得たものだ。でもこれは決してゴールではなくて、まさに新たなステージを上げていくスタートだといった点についてはね、まあ、今、働き方改革という中ではね、少しこれはかなりご負担をかけている。一人一人の職員の皆さんということになりますのでね、まあ、そうした意味ではぜひご理解をいただければなということになります。その意味でまた新たにさらに徳島からっていうところの意気込みをもう少しお願いできたらなと、いた、まあ、さらにこう政策的能力を高めていくことへのこう何でしょうか、意気込みみたいな、はい、まあ、これまではやはり私の方からね、例えばこんなテーマがある、これを考えたらどうだろうか、これ考えようよというのがよくあったんですね、いわゆるトップダウン。しかしこれからはトップダウンということではなくて、やはりボトムアップといった点、まあ、その意味でこの日、まあ、いずれ来るかもしれないというね、未来予測、まあ、1% 確率はなかったと思いますけど、まあ、そういう中で万が一それが訪れた時に1年2年でそれが対応できるわけではないんですよね。ということで職員の皆さん方にはね、政策形成能力、これをいかに高めていくのか、あるいは国との交流も研修生ではなくて、国の職員として対応するという意味での割愛、もうこれも10年以上この方針を取り続けてきているんですよね。まあ、こうした形で意識がだいぶ変わられた、そこでもうここも新たな県政としてトップダウンだけではとてもとても無理、やはりボトムアップをということでやり始めたのが、まずは VS 東京のコンセプトを作り上げた若手14名のタスクフォース、ちょうど平成26年の4月からこのタスクフォースをまず第1号としてね、行って VS 東京を打ち出してくれたと、まあ、今では50を超えるこのタスクフォースが動いておりましてね、そしてそれぞれから打ち出された点についてこれを予算化をしていくという時代にまでなった。で、県庁の職員、若手職員だけではなくて、県内の市町村の若手職員であったり、あるいは地域のオピニオンリーダーであったり、こうした皆さん方が入ったタスクフォース、あるいは南部総合県民局、西部総合県民局における課題解決のためのタスクフォース、まあ、こういった形でどん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 今は派生をし、広がりを見せているところでありますので、まあ、そうした意味では今回、まあ、こうした全国知事会長権になったといったことは、これまでのさまざまな取り組みといったものを次元をさらに高めていく、まあ、絶好のテストケースになるのではないか。もちろんこれが成功するのかどうかというのは、やはりそれぞれお一人お一人がね、どれだけ意識を持って対応していただけるのか、まさにボトムアップ力、それにかかってくるということになるかと思います。他に質問のある方。共同通信です。2点質問ありまして、まずこれまで知事が、強くおっしゃっていた抱負の解消については、全国知事会長としてどのように取り組まれるか、東京都市部の知事とかもいる場合ですけど、その中でどうやって取り組むかということと、あと広報戦略強化するということですが、具体的に何かイメージしたいものがあるか、はい、2点。まず5億の解消、こちらについてはすでに昨日、これはまだ全国知事会長に正式に就任をする前、午前中でしたんでね、これは総合戦略政権評価特別委員長として、で、福井の杉本知事さんもご同席をいただいたり、あるいは5億対象権の副知事さん、この皆さん方も同席をいただいて、まずはやはり参議院の問題でありますので、参議院の三党議長さんのところ、そして、まあ、与党としてこれしっかりと取り組んでいただく必要がありますので、自民党の下村、こっちは憲法改正の推進本部長ということでね、それともう一つはこの参議院の中でしっかりと憲法論議、我々としては地方自治、まあ、合区解消に向けた地方自治第8章の改正と、
まあ、すでに総合戦略政権評価特別委員会としては、その具体的な処方箋、憲法改正、案文も発表しているところでありますので、岡田、こちらは参議院の憲法審査会長さん、この3名の皆さん方に、この富山で行いました合区解消の決議、この文案を持っていくとともに、さらにその背景、こうした点についてもお話を申し上げました。まあ、この3名の皆さん方については、特に三党議長さんからは、やはり人口の少ない県が、意見が汲み取られなくなるというのはまずいですよねと。あらゆる機会、あらゆる組織において、積極的にこの合区問題について議論がなされていく。もちろんこれは憲法改正含めてということなんですがね。そうしたことが求められる。で、私としてもそう考えていますと。しっかり取り組みたいと。こうしたお話もいただきました。また、岡田憲法審査会長さん、参議院のね。こちらについても、やはり与野党ともにこの議論を加速していきましょうと。まあ、こうしたお話もいただきました。もちろん下村自民党の本部長さんからはね、まあ、すでにもう自民党としては取り組んでいるので、他の与野党の皆さん方にも全国知事会から、ぜひこの合区解消に向けた地方自治に関する憲法改正、これを促していただきたいと、逆に要請を受けるという形になりました。ということで、この点については、先ほど47都道府県で結束をしてと、まあ、その一つの、まあ、象徴にもなっていくのかなというのは、東京も地方だと、これは歴代実は都知事さんが言われるんですね。なんとなく東京だけを敵対視をするようなイメージがあるけど、そうではない、東京も地方だと、まあ、一番その象徴的が舛添都知事さん、そして東京、こうしたいわゆる共通コンセプトも打ち出していただいたところで渡る、まあ、我々としてはこの合区解消の問題という、そしてその背景になっている地方自治憲法のね、ここの条文をしっかりと充実をしていくということについてはどなたも反対はない。確かに合区これがどうだという点についてはね、この決議文の中にも2つの知事さんの別の意見が書かれているんですね。大阪、これは吉村、今は知事さん、昔は松井知事さんね。そして愛知県の大村知事さん、でこれはちょっと理由が違いましてね、まず大阪の吉村知事さん、ここはちょうど松井前知事さんが大阪府知事でもあるんですが、今は大阪市長ですけどね、維新の党の代表でもあると。で、維新は実は党勢が一員制なんです。だから合区っていうのは参議院といったものを衆議院と一体化をしていく一員制のいわゆる一律化、こう考えているので、大阪府としては賛成ができないと。ただし、全体の決議をするのは賛成しますよと。ただ大阪は反対だと書いてくれと。つまり大阪府というよりは維新の代表と。この二枚看板ということから来る帰結ということなんですね。そして愛知の大村知事さんは、やはり愛知県、非常に人口がどんどん増える地域。ただ今は人口減少にも転じてるんですけどね。そうした中で、例えば参議院議員の数が増えていく、この合区というね、地方と。まあ、ここに正面から反対をするというのはね、少し知事という立場として、権益といったことを考えると、ちょっとこれは意見を留保させてもらいたいというのが最初。で、今はまあ、留保というのは分かりづらいので、まあ、当面愛知県も大阪と並んで、まあ、賛成しかねえと。ただこれを書いてくれれば、決議には賛成するということで、この決議自体は全会一致の決議ということになっていますね。ということで、我々としてはしっかりとこれを、この合区の一番の要因となった地方自治憲法、ここの部分を充実をするという改正、これに取り組んでいきたいと考えています。それから2番目のご質問の候補戦略で、実はもうこれはすでにスタートを切っています。私の総合戦略政権評価特別委員長、この中に実は副会長は今知事選挙を行っている岩手の達増知事さん、もう一人副会長というか副委員長ねを広島の湯崎知事さんになっていただきまして、で湯崎知事さんにこの広報戦略の
まあ、責任者で総合戦略の副委員長という立場で、さまざまな点で の, そのプレゼンス力を高めているといった点についての提案案出しですね、これをしてもらって総合戦略政権評価特別委員会としてこれを取りまとめていくという形も取っているんですね。ということで、さまざまな場でのプレゼンスのあり方、これをしっかりと、でまずは来年予定をされている滋賀県での全国知事会議、地方で年1回と申し上げたね、ここではしっかりと具体的な形を示す。でそれまで待っているわけにもこれいきませんのでね、さまざまな今日的なテーマ、これをしっかりと取り上げて知事会としての考え方であるとか、これをさまざまな機会に広報戦略としても打ち上げていくという形を取りたいと、こう考えます。具体的に SNS 使うとか、あ、その SNS とかそういう手法も当然のことだ。それもどんな形でそのテーマを捉え、そしてどういう皆さん方に加わっていただいて打ち出していくのか、つまり処方箋をということですね。はい、他に質問のある方。先ほどあの県庁内の体制のことでですね、はい、あの戦略本部をこうというふうなお話がありましたが、これの役割等についてお伺いできますか。はい、ここは大きく2点あります。一つはいわゆる各部局というのは、今全国知事会にある常任委員会、特別委員会、そしてプロジェクトチーム、それぞれに関わるテーマも本質的に所管行政としてやっているんですよね。ですからそうしたところとしっかりと一対一関係、これを取る。そしてそれぞれの会長権、あるいはリーダー権と課題についても処方箋についても共有をしていく。そしてそれをすぐさま私の方に言ってもらう。つまり全国知事会長がそれぞれの委員長さんたちから今こんなになってるんですという取りまとめをね、ただ取りまとめてから聞くということではなくて、同時並行でこれをしっかりと補足をする、まあ把握をするというかね、そうすることによってそれぞれの委員長たちが国との協議の場であったり、あるいはさまざまな審議会、こうしたところに呼ばれたりするんですよね。場合によってはその時に知事会長が出席をするということもあり得る、あるいは求められる、その時にタイムリーに意見あるいは提言ができる、これが非常に重要になるということですね。そしてもう一つの役割、これは全国知事会の事務局としっかりと連携を取っていく。これは当然私の日程の関係もありますし、どんな形で例えばプレゼンスを高めていくのかと、広報戦略ともつながっていくということになります。まあ、それとあえて言うともう一点、今のは超外的な、ね、外向きの話、あと超内的な話としては、やはりこれまでの徳島発の政策提言、こうしたものをより厚みを増していく、あるいは次元をさらにワンステップ上げていくといった観点からいくと、県内の市町村の皆さんであったり、それぞれの議長会であったり、あるいはさまざまな団体組織がありますからね、そうした皆さん方にと、まあ、今日的な徳島の課題、こうしたものをやはりタイムリーに把握をしてもらう、そしてそれをそれぞれの所管部局の方で処方箋を、いや国が出したらいいんじゃないかとかっていう待つことではなく、アグレッシブに対応していくと、でそれをやはり私の方に挙げていただくと、つまり対外的また対内的、この両方の役割をこの戦略本部の方で担うということになります。質問のある方。すいません。あ、はい、先ほど、まず、まあ、先にやりたいことっていうことの質問の中で、まあ、知事会長になったことで場合によっては、まあ、手放さないといけないポストもあってで、まあ、そういう点では、まあ、急いでいきたいところもあるというふうなことをおっしゃったかと思うんですが、何か具体的に念頭に置いていることはたちまちありますでしょうか。私として今持っているのが、この総合戦略政権評価特別委員長ですよね、まあ、これを知事会長と兼務しているというのは変な話なんで、ここ一番重要な実は
知事会としてのプレゼンスを担うその玉出しをしていくところですよね。知事会とそれがあっているのはとてもとてもこれやりきれない話になります。それからもう一つはこれから 5G ソサイティ 5.0 を率いていく地方情報化推進プロジェクトチームの座長ですよね。これについてもさすがに私がやっていくってわけにはこれはいかない。でもこれはなかなか難しい部分でしてね、かなりの知見がないと、まあ、総合戦略もそうなんですけど、まあ、たちまちこの2つが課題として出てきます。あともう一つ大きなテーマとしてもうすでにマスコミにも出ていますけどね、高知の尾崎知事さんが12月上旬の任期末っていうんですかね、ここでもって引かれると、まあ、国政へ出られると衆議院選でね、まあ、こんな話がもう出ているところで、実は彼のところで今社会保障この大きな分野の委員長になってもらってるんですね。でここも医療費をはじめさまざまな点でこの消費税増税これを財源として関わってくる部分がありましてね、まあ、こうした点についても、まあ、小崎一二さんの方からももう12月の頭でっていうなると12月の末に政府予算が決まってくるわけですのでね、途中で交代これは大変なことになるので、まあ、早く次の人を定めてもらいたいとお話もいただいてますし、マスコミの皆さん方も霞が関情勢として一体誰が委員長になるんだろうかと大変注目をしていますという話が打ち返しで来ていますのでね、まあ、そうした意味ではここをどうするかこれももう一つ大きなテーマになるところですので、まあ、たちまちこうした点についてどうしていくのか、できれば9月中にはこれ決めないとなかなか厳しいことになりますのでね、まあ、そこで申し上げたところなんですね。9月中に決めるというのはその、小崎知事の分というだけじゃなくて、その知事が今、になっている役割についてもその、知事が会長になった以降の人選という形についても9月中に方針を決めたいという。そうですね、まあ、本来は全国知事会次予定をされているのは11月に予定をされている、まあ、まだ決まってないんですけどね日にちが政府主催の官邸での、まあ、総理が出てきて行う政府主催の全国知事会、その大抵午前中に全国知事会議を行うんですね、まあ、ここのところで測るということですが、まあ、例年だと11月の大体中下旬となると今の人事果たしてそこまで引き延ばして間に合うかということなんですね。その後知事になられた人、それぞれのポストに就かれた人にとっては大変ですよね。だからそうした意味では早くそれを決めてしまうということはこれあるのかなと。形式的な点でいうとその11月の全国知事会議で測ってこうしますっていうことをやらざるを得ないんですけどね。ただこれだけ動いてる点また注目の点となりますので、やはり早期に変わる必要があるんではないだろうかと。特にこの 5G の問題もこれ今回の政府予算の中に大きく関わってきますので、はい、他にありますでしょうか。なければ会見を終わりたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。